オーバンの谷に突っ込んでそれでも生き延びた俺たち。でもその後もっと怖い目にあった。邪悪な魔力に満ちた暗黒の地、創造主が住む神殿。創造主は昔オーバンの支配者だったらしい。その話が本当なら俺たちは騙されてる。オーバンスターレースの裏にこんな秘密が隠されてたなんて誰も想像してなかった。君が笑う風が見える、繋いだ空、時の向こう、世界の果てで待ってる。舞い上がれ惜しみだ夕焼けに、命は目覚め歌えば、きっと届く。誇り高きパイロットたちよ、オーバンスターレースは間もなく終わりを告げる。諸君の中からは犠牲者も出た。しかしすると地球チームの消失に気をそがれることなく目標を見据えよ。今日が最後の決戦となる。長く試練に満ちた最終レースに備えよ。勝者には2倍の得点が与えられる。究極の褒章を勝ち取る最後のチャンスだ。このチャンスを決して逃すでない。究極の褒章って何なの？モリ、若き地球人、よくぞ戻った。だが話を遮るとは無礼千万。邪魔して悪かったわ。でも究極の報酬が何なのか知りたいのよ。説明したはずだ。お前はアバターの言葉を疑うのか。勝っても願いは叶わないって創造主に聞いたわ。創造主だと？ああ、オーバンのかつての支配者だ。そう聞いてピンとこないか。そいつらとおかしな神殿で話した。レースの真の目的は次のアバターを選ぶことだって。本当なのかい？なぜ質問に答えないのです？創造主とは何者ですか？地球人は嘘はついてない。私の嘘発見器に誤りはない。こんなに苦しんだんだ、真実を教えなよ。そうだ、このファーター卿はごまかせんぞ。沈まれ。このような愚弄は我慢ならん。創造主などそんなものはただの幽霊だ。消えちまった。なんてこった。この年になるとさすがにしんどい。こんな派手な演出あってもなくてももうええやろ。じゃああなたがアバターなの？そうや、わてや。まあ見ての通りそろそろ引退やけどな。じゃあ本当なのね、究極の報酬なんてない？報酬やったらちゃんとある。ただアンさんの望むもんとはちゃうかもしれんちゅうだけや。銀河系のために新たなアバターを立てなあかんのや。とてつもない強さと揺るぎのない心の持ち主をな。つまり
オーバンスターレースの勝者ですか。そうや、わてもレースに勝ったんや。1万年前のレースでな。なぜ騙したのだ。ほんまのこと言うて、みんなの動機が権力欲や支配欲で汚れてもうたら困るさかいな。それアバターチューンは銀河系の監視者であり守護者や。その地位についた者は大いなる力と責任を持ち、敬われ、慈しまれ、守られる。最終レースは予定通りやるで。抜けたいもんは抜けたらええ。止めたりせえへん。正午までにどうするかめいめい決めてきや。攻める気はあらへん。せやけど創造主のこと突っ込まれて焦ったで。ネンサティス、アバターは死者を蘇らせられる。アバターは強大な力を持つ。しかし何人も、たとえそれがアバターでも死者の世界に手出すことはでけへんのや。すまんな。やっぱり無理だと思った。エヴァ、モリー冗談。よく戻れたな。一体どうやって。どうしたんだ。最悪。無理ですね。修理は不可能です。かわいい我が子をこのままほっとけねえ。来いって、やるだけやろうぜ。最後の最後なんだから。俺さ、お前なら立派なアバターになれると思う。それはないわ。でも褒めてくれたならありがとう。モリー、どうして究極の報酬が欲しかったんだ。馬鹿げた夢を見てたのよ。へえ、どんな夢。小さい頃にママが死んだの。パパはその後私を置いて姿を消した。ごめん、知らなかった。ママを生き返らせてもう一度家族を一つにしたかったの。それが私の願いだった。でももう願いは叶わない。そう思うとすごく虚しい。戦う理由なんてもうないわ。わかるよ。作戦を変更すればな。宇宙征服に向けた進撃は中断だ。バカな、これまで通り前進あるのみだ。レースなど無駄だったんだ。こんなことならクロス将軍にはここで軍隊の指揮を取ってもらった方がよかった。東方の族長はもうお忘れになったようだ。究極の報酬が必要だと訴えたのはご自身だということを。なんだと、
私を侮辱するならここで決着をつけようではないか。そこまでだ。貴様らに帝国の統治を任せておけん。自身のためにそれを使うことがないとはいえ、アバターの力は強大だ。歴史の流れをいかようにも変えられる。私はこのレースに勝つ。そして新たなアバターとなる。貴様らは私を指導者と認めろ。さもなくばシアルのみだ。これでしばらく時間を稼げる。ダメだ、イメージと違う。宇宙の王だぞ。やはり威厳がないとな。何やってるんだ。心配だ、帰ってからずっとこもってる。諸君、我々は笑われ軽んじられてきた。だが今日、諸君の船長はアバターとなる。全宇宙をこの手に収めるのだ。やはり感情は手に入らない。せめて一度でも何かを感じてみたかったのだが、何世紀もの研究でもかなわなかった。だが待てよ、アバターの力があれば。アバターになれるのは一人だ。あんたと離れるなんてあたいは嫌だね。スクン、忘れたわけじゃないだろ。宇宙のあちこちに散らばったあたいたちの種族のこと。それぞれ傭兵や賞金稼ぎになって、種族としての誇りなんてそのうちに忘れちまう。アバターになればあたいたちの新しい黄金時代を築けるんだ。囚人の娘のことはお忘れください。王子、いいですか。王国を救うのはあの娘ではない。では誰が救う。あなたか。もし私が勝てば王国は世継ぎを失い崩壊を免れないでしょう。もしクロックが勝てば、私の両親は救われても結局は侵略者に服従することになる。しかし他に道はありません。他の誰かがレースに勝てばよいのです。純粋な心の持ち主が。モリ、もう正午になるぞ。ドンウェイ、そんな話は聞きたくないな。大統領閣下、私には信心がたいことでした。しかしだ、我々にとってはまたとないチャンスかもしれん。人類がアバターになれば怖いものなしだ。少女に戦わせろ。閣下、これ以上彼女を利用することはできません。彼女は自分が利用されているとも知らず、報酬を手に入れて死んだ母親を取り戻したいと願っていた。泣かせるな。だが知ったことじゃない。クロッグは人類にとっての脅威だ。奴らを排除せねばならん。それだけではない。邪魔する者は皆排除するのだ。少女にレースを続けさせろ。何としても戦いに勝つのだ。無理やり戦わせるものか。絶対に決めるのはエヴァだ。もはやドンウェイを当てにはできないようだ。先制攻撃の準備をしろ。必ずや勝ってみせます。他に方法はない。ムイール班は戻らへんな。レースから抜けるんや。あんたはどうや。私はやる。我が輩もやる。あたいたちも。私もだ。私もやります。私
モリー、私は抜けます。みんな地球人を見習え。クロックの力にかなう者などいないのだ。モリー、やめないでください。みんなで一緒にクロックに立ち向かうんです。もしクロスがアバターになったら。ちょっとアイカ、あなたコロコロ態度変えすぎなんじゃない？あなたが何とかして、私の戦いは終わったの。ほなみんな準備しや、最終レースが時期始まるで。王子よ、お姫様を取り逃がしたか。家族の命が私の手中にあることを忘れるな。忘れてなどいません。あなたに全面的に協力します。良くも悪くもこれっきりや。もうじき何もかも終わる。抜かるな！諸君の働きにはアバターとなって必ず報いてやる。どうかご覚悟、王国のために自身を犠牲にすることが王子の務めです。うん、じき私にも感情とやらが芽生えるだろう。血と肉でできたお前たちのように。モリー、やめないでください。みんなで一緒にクロックに立ち向かうんです。もしクロスがアバターになったら。本当にこれでいいのかな。いいに決まってる。これから1万年も宇宙の支配者になるなんてごめんよ。そもそもレースをやる気なんてなかった。家族を取り戻したかっただけ。本物の人生をつかみたかっただけ。モリー見ろよ、やめといて正解。こんなポンコツ乗りたかねえもんな。ものすごく綺麗。ジョーダン急いで、遅れちゃう。遅れるってレースに出るってのか？おい待ってくれよ、宇宙の女王様。レースに出るのはクロスを止めるため。宇宙の支配者になる気なんか。はいはい、分かってます、アバター様。俺らのアローが飛び立つぜ。最後のレースに向けてよ。役者は揃った。
いよいよ舞台の幕開けだ。敵艦隊に動き出し、探知はされていません。完璧だ。全艦に告ぐ。今こそ積年の恨みを晴らすのだ。うちゃエヴァ、レースになど出なくていい。一緒に家に帰ろう。約束する。二度とお前のそばを離れはしない。できることなら一緒に帰りたい。でも今は最後までやり遂げなきゃ。守らなきゃならないのは家族だけじゃない。幸運を祈る。お母さんも誇りに思うだろう。経てついにわしの時代が来た。今こそ復讐を果たす。